あ、やば。はい、というわけで、はい、座れないみたいなんで、はい、もうそろそろ終わるんで、でここが、神話宮駅の、でここはもともと米軍の施設だったらしくて、ああ、そうなんですね。うん。ちょっと行きますかね。はい。ここも結構やっぱ安い方に入るんですか？安いんちゃう？あ、安いんです。一皿350円ぐらい。じゃあ西内で一番安いぐらいの焼肉屋さんなんですかね。ね、値段の割にはいいと思う。なんか西内では一番安いんじゃないかと言われてる場所です。まあ、上ハラミあるんですけど、なんか380円でね、いける。まあ、その岡山でも、その、なんだろうな、あの精肉店ってのあるんだけど、まあ、そこもまあ安いんだけど、まあ、大阪でちゃこのこれだけで、焼肉屋さんね、テイクアウトなしに1本でやってるっていうのは、かなり安いかなと。前的にこっちやな。やった。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。この本日のお肉って何なんですか？今日ね、A5 ランクのあれだったりとか、そうだから時価って書いてあるんですけど、だいたい580円ぐらいのもので抑えます。霜降りロース、ロースで、ハラミ一つ、中打ちカルビ、カルビ、はい。マルチョ。マルチョ。はい。エビジコは肩ロースと、あの、バラ。バラで。バラで。はい。ギガシリーズのハイボール2つで。2つ？はい。何がいい？やばいな、これ。1リットルは。めちゃめちゃ氷を半分ぐらいに少なめだから容量がめちゃめちゃ入ってる。めちゃめちゃ多いですね。飲むときはこうやって飲んだ方が多分重いでこれだいぶ。お疲れ様です。あ、やば、えぐ。はい、特製のタレと、ありがとうございます。
ごちそうさまでした。どうも。また来ます。まだステッカー持ってきてくれて、うん、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ安いし美味しいし、はい、もともとラーメン屋やっててで、そこからの、ま、あのマスターだからそば、あの麦あるいなで、焼肉をね始めたと。結構 YouTuber さんもかなり来るということで、この雰囲気もね、かなり昭和のね、レトロな感じの中で、食べれる雰囲気。いや、美味しかったです。美味しかったです。タレもそのまま飲める、飲んでも美味しいんじゃないかなっていうぐらい、美味しい感じで、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ね、帰りましょう。はい、はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。